荒尾競馬場、荒尾競馬場、荒尾競馬場、A、荒尾レースコースは、熊本県荒尾市にある地方競馬の競馬場で、2011年12月23日に本場開催が廃止された。開催時には、熊本県と荒尾市で構成される一部事務、組合である荒尾競馬組合によって競馬が開催されていた。オッズパーク亀競馬場、本校では、 現在、場外価値馬投票券発売所として、運営されている馬王、荒尾、馬王、荒尾及び過去に運営されていたウィンズ・アラオ、旧荒尾競馬場内、ウィンズ・アラオ旧荒尾競馬場内についても記述する。荒尾競馬場は1928年2月20日に、開設され、同年3月2日に、第1回競馬が開催された。 全体的な競争馬のレベルの低さやダートグレード、競争をこれまで一度も開催していない。その上3連勝式馬券2007年度からやインターネットによるレース実況の配信2006年度からなどは国の地方競馬を見渡しても最後発となるなど現状の荒尾競馬の施策については他の競馬場と比較してやや見劣りする点があった。このようなことから 全国の地方競馬場の中でもかなり地味な存在であり、売り上げ規模も小さかった。スタンドは西向きで、コースの向こう側は有明海という海の見える風光明媚の競馬場として名高かった。ただしそれだけに夏場の午後の西日は全国の競馬場の中でも最も強烈であると言われており、リニューアル以前の競馬場の公式ホームページでは、 女性客に対して UV 対策の必要があるという趣旨の文面が掲載されていたほどである。また、業務環境の改善のため、西日を和らげるべく、実況席と採決委員室の窓の一部には、青いフィルムが貼られていた。パドックは、ダート路面の小ぶりなもの。真ん中に大きな木、クスの木があるのが特徴。また、左回りで周回していた。 出走掲示板はチョークに手書きであった。もともとフルゲートが10頭だったため掲示板は10頭分のスペースしか用意されていない。11頭以上のレースの場合は2頭分の黒板を下に貼り付けて表示した。誘導馬がおらず1枠に入った馬が自動的に誘導馬の役割を果たすという特色もあった。本馬が入場時の BGM は長らく、いつきのこもり歌。 田原坂行進局と当地に縁のある局が使われていた。内場場には野球場があり、無料で利用することができた。ただし競馬開催日、能力検定実施日などは貸し出しをしなかった。元々の開催日程は、同じ九州ブロックの佐賀競馬場、中津競馬場と同じく土曜、日曜、月曜で二週一開催が基本であった。しかし2000年より土日は、 売り上げの大きい佐賀で開催し、平日に荒尾を開催して場外発売を充実させる方式へ転換。中津競馬廃止後もこの開催方式が継続されており、九州の2場でローテーションを組んでいて相互に馬館場外馬券発売を実施していた。ファンサービスの一環として特別観覧席は通常500円だが女性は無料。男性も誕生月であれば、 無料となり、ザ・ブトンの無料貸し出しなども行われていた。特別観覧席の一角には、ファミリーシートとして、フローリングのスペースも用意されていた。競馬新聞は、セリトモニュース、ベスト、コースの3紙があるが、日本の競馬新聞の中でも、かなりシンプルなレイアウトとなっているのも特徴。予想員は、基本一つだけであり、六本線と呼ばれる一回祭も一家分を六本の、 戦で区切った簡素な対戦成績表が掲載されているのが全国的にも珍しい形式となっていた。この六本線は九州の地方競馬独特のシステムであり、佐賀競馬や中津競馬の競馬新聞にも見られるものである。2011年12月23日をもって本場開催が廃止された。以下は廃止直前のもの。スタンド内には日本中央競馬会、 JRA 専用発売窓口が設置され、JRA の GI 競争会最終は、当該競争のほか、土曜日に施行される一部の重症競争も発売する。JRA の販売施設については、過去に、荒尾場外と呼称し、その後公式案内での名称は、ウィンズ荒尾、旧荒尾競馬場内に改められたが、2015年2月21日から、 地方競馬強度トータルゼータシステム利用した発売システムに変更されたことにより、名称も J プレイスアラオ、J プレイスアラオに改め、引き続き JRA の場外発売を行う。なお、ウィンズアラオとして発売した馬券は3月7日まで、同所にて払い戻しを行う。一方、アラオ競馬廃止後の2012年4月2日より、地方競馬の場外発売は、 日本レーシングサービスの運営に変更され、名称も、バオアラオと改められた。佐賀競馬場を、主として、全国の地方競馬を場外発売している。なお J プレイスの馬券は、バオが JRA からの委託により販売する形となる。発売、発売なし、インターネット投票のみ。アラオ競馬は2007年4月14日より3、連勝式馬券、3連単。 三連服及びワイドを導入。2010年2月2日からオッズパークでの販売による五重勝短章式の発売を開始したが、2011年11月25日に的中者が出てキャリーオーバーがなくなった時点で発売を終了した。なお、佐賀競馬場と荒尾競馬場のみ購入者がカチューマを選択できるセレクト方式を採用していた。 多乗はコンピュータにより自動裁判される、ランダム方式である。発売主体となる主催者に準じて、すべての賭け式を発売。かつて競馬の開催時には、西鉄天神大無田線大無田駅より、無料送迎タクシーが運行されていた。このほか、冬季休業中の岩手競馬から機種が参戦する都市があった。荒尾競馬場は、三井三池炭鉱の閉山などによって、 地域経済が社用化することを見越して、競馬場を存続させるために合理化や売上確保といった経営努力に全国の全公営競技場でも最も早いうちからリ組また多くの競馬場で年間数億円の費用を発生させ経営の足かせとなっている土地施設賃貸料についても競馬場施設を完全に自前で所有し、土地も3分の2が私有地であるために、 多額の負担がなしないという強みを持っていた、高知競馬場では年間3億7000万円、荒尾競馬場は3000万円、競馬場費も8000万円。1990年代中頃に全国の競馬場が続々と赤字転落をしてゆく、中にあっても、荒尾は1997年度まで黒字を計上していた。しかし、1998年度に、 約6億円の単年度赤字を出し、以降も単年度赤字が続いた。2005年度には約1億3200万円にまで単年度赤字額を圧縮したが累積赤字は2008年度時点で約13億6000万円。廃止に追い込まれた中津競馬の約20億円や新潟県競馬の約66億円ほどではないが、見通しは厳しい状況にあった。 2008年から2009年にかけて、荒尾競馬活性会委員会、2009年5月に、荒尾競馬あり方検討会がそれぞれ設置され、今後に向けての議論が行われた。さらなる経費削減のため2007年後期から賞金が大幅に減額され、最下級条件競争の賞金は全国最低水準にまで下がった。最高賞金額の重賞は、九州ジュニアグランプリ。 一着賞金250万円で、荒尾所属場限定の重賞に限ると、荒尾ダービー、大麻蘇大賞店が共に一着賞金100万円。出走手当はいずれも5万から6万円と、賞金規模の割に比較的高い設定になっていたが、これも2010年8月21日から一律1万5千円の削減が行われ、バッシュ側が簡易裁判所に調停を申し立てる事態になった。 2009年現在の所属場は310頭強しかおらず、競争場不足も慢性化していた。その状況を打開するため、2008年、2007年度の冬季開催では、姉妹競馬場提携を記念して、岩手競馬より競争場50頭、休務員12人、調教師2人、機手3人が参戦した。荒尾川にとっては競争場確保によるレース数。 一レースの出走当数増のメリットがあること、岩手競馬側は、冬季休憩期間中の人馬主源を有効活用でることに加え、レース出走機会確保のチャンスができるメリットがあり、双方の利害が一致していた。馬の輸送費などの経費5000万円は、荒尾とノルが負担していた。2009年、2008年度の冬季開催では、熊本県馬主会が、 北海道競馬の場所に依頼し、約30頭の競争馬が参戦していた。北海道競馬の競争馬は所属変更せず、荒尾競馬の調教師に期間限定で管理委託する形式であった。また、前年と同様に、岩手競馬からも47頭が参戦した。これらの結果により1月20日21日開催から3月まで1日中に競争が施行できるようになった。 2001年に突如廃止され大混乱をきたした中津競馬場から旧社関係者に多くの人材を受け入れた事情もあり主催者も旧社関係者も一様に競馬場運営に対する危機意識が強く JRA の場外発売窓口を場内に設置したり全国の地方競馬で開催されるダートグレード競争の場外発売接客施設の改善 ホームページの拡充などの対応は地道に続けられ、華やかさには欠けるものの等身大の経営を着実に行っている競馬場として一定の評価を得ていた。しかし2011年8月25日、経営の続行は難しいとして、荒尾市が本年度限りで廃止する方針を固めたと報じられ、荒尾市長の前畑順一が9月5日に2011年いっぱいで、 廃止することを正式に表明。荒尾競馬組合も12月1日に競馬開催の廃止を発表し、83年余りの歴史に幕を下ろし廃止することが決まった。2011年12月23日の開催をもって全日程を終了。8935人の観客がスタンドで見守る中、第9競争、さよなら、感謝。 荒尾競馬をもって83年の歴史に幕を下ろし、レース終了後は関係者、機種、調教師などによるお別れセレモニーが行われ、馬場の一般開放も行われた。廃止後、立地区地方競馬の場外発売は2012年3月まで荒尾競馬組合が実施し、2012年4月2日から日本レーシングサービスが運営する地方競馬の場外発売施設、 場を洗おうとして、佐賀競馬場の競争やダートグレード競争を中心に、年間350日程度発売していくことが発表された。なお、場外発売所、ニューウェーブ大崎については2012年3月29日をもって閉鎖することも同に発表された。かつて、熊本県上山草市、旧松島町、宮崎県宮崎市、旧清武町、鹿児島県鹿児島,鹿児島市に、 場外発売所の設置計画があった。福岡県福岡市、ホークスタウン内へ、佐賀県競馬組合、岩手県競馬組合と共感での場外、発売所設置も計画されたことがある。しかし、福岡市側で選挙の争点とされた上、当時福岡市長の山崎幸太郎も反対の姿勢を表明したため、実現することはなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。